するものはこんな感じかな。フードプロセッサーと小麦粉、塩、ミックスハーブ。本当はレシピではバジルなんだけどないのでこれを使います。そして厚揚げ、白味噌、ミニトマトで、ターメリック、あとはオリーブオイル。実はこのオリーブオイルはね、中身はコストコで買った大容量のオリーブオイルです。フードプロセッサーに小麦粉120、塩小さじ1/2、ミックスハーブ小さじ1、オリーブオイルが大さじ2。こちらをガーンと回すよ。お水を大さじ2から3入れるんだけど、少しずつ入れていきます。じゃあまずお水大さじ1、大さじ2杯目。固まってきたよ、だんだん。おー、様子を見ながら、あと半分ぐらい。キッシュを伸ばしたいんだけど、ここをね、アルコールで綺麗にします。すっごく綺麗になったよ。ということで続きスタート。もうね、直接ここに出しちゃいます。手ごねでパンを作る時もここで作業してます。これまだ粉っぽいんだけど、レシピの本にあんまりこねすぎないでって書いてあったので、こねすぎないようにしました。棒で伸ばします。実は私、キッシュって作るの初めてかもしれない。今日はこのタルト型を使います。オーブンは230度に予熱しておきます。いつも何センチか忘れちゃうんだけど、そこが16センチを使います。タルト型よりも一回り大きくするから、もう少し伸ばさないとね。いい感じにまん丸っぽい感じになりましたので、こんな感じでタルト型の形に合わせていきます。穴を開けます。これ穴を開けないとね、多分ボコボコボコって出てきちゃうんだと思いますよ。開けすぎかな、こんな。じゃあこれを20分焼きます。230度ね。キッシュが焼けました。じゃあ厚揚げを 200g、これ何グラムなんだろう。これだけ余りました。このサイズの厚揚げ使うんだったら1/2個ですね。で、白味噌を大さじ1/2、ターメリックはまあちょっと色つける感じだから、泡入れすぎたかな、まあこんな感じ。ガーッとやります。フードプロセッサーでガーッとかけたこの厚揚げを焼き上がったこの生地の中に入れていきます。表面を平らに整えていきます。こんな感じで焼きますよ。ちょっと味見してみよう。うん、おいしい。これおいしい、楽しみ。じゃあ230度で20分。わあ、焼けたんだけどね、焼けたんだけどね。ちょっと笑っちゃう。今レシピ確認したら、トマトを上に乗せてから20分焼くんだった。どうしよう。ということで、もう一回焼こう。私ってね、ほんと失敗よくするんですよ。お料理してるところを YouTube で出すようになるなんてね、思わなかったよ。ほんとに自分はお料理苦手だと思ってたから。もうレシピ見ながらやってるのに間違えるってどういうこと。もう、ということで、あの、見なかったことに、さ、今焼いたのはなかったこと。中に入れたらトマトを並べます。焼きます。ちょっとお庭のパセリを、こんなでいいかな。焼けました。こんな感じで出来上がり。結局うまくいった、イエーイ。皮が割れてなんか柔らかくなって美味しそう。なんか途中でここ焦げ始めてきたから、こうやってね、あの、オーブンシートかぶせて焦げないようにしました。そしたらね、かぼちゃの皮は千切りにしておきましょう。ちょっと硬いから。